ミラ、飛行場に着いた。私は格納庫にいるわ。来て。気に入った？飛ぶのか？乗って。出発だ。正体不明機、こちら航空警備基地。機器は飛行制限区域に侵入している。速やかに進路を変更しろ。任せて。こちらはブラックハンド773。これは安全のための通信です。メイン滑走路への着陸許可を要請します。了解、航空警備基地への着陸を許可する。やったな。言った通りでしょ。6番格納庫で彼女と会いましょう。静かに着陸してね。物音一つ立てないさ。ブラックハンドだ。
何と言ったらいいか。悲しんでる時間はない。航空管制塔に向かいましょう。足を探してくる。敵が攻撃を中断。さらなる接触に備える。行きましょう。さてどうする。一つずつ順番に。計画は立ててもその通りになんかいかないんだから。いいセリフだ。俺の自制の句にしよう。うん、ちょっと待って。何か浮かんだか。そうね、航空管制システムを再起動できればもしかしたらマルウェアを流し込めるかもしれない。どうやって再起動するんだ。任せて。イージー。はいはい。搭乗ブリッジのコンソールからシステムの開放許可を求める信号を無限に送ることはできる。それだけでいいの。楽勝。リコ、そのプログラムを全てのコンソールで作動させるにはスピードが命よ。わかった。リコのグラップル装置にアップロードした。ありがとう。じゃあ搭乗ブリッジに向かって。イージーの書いたプログラムをコンソールに流し込むぞ。サルベント。はいよ。リコ、場所をマークする。司令部、侵入者を発見。抗戦せよ。引き続き警戒態勢を維持しろ。これでどうだ。 OK、 全てのコンソールで同じ作業をしてちょうだい。
それでどうだ。オッケー、全てのコンソールで同じ作業をしてちょうだい。どんな具合だ。あと数分かかる、援護して。この空港はもう使えない。脱出用の車を見つけてきて。かわいいやつだ。どちらまで。そうね、サルヘント、こっちに迎えを送ってもらえる。ああ、迎えの場所をマークする。
お出ましね。死ね。試しはない。でも、なんとかなった。ありがとう、リコ。じゃあまた。